今度はやはり仮名遣いでよく間違える字、あるいはこの迷う字をやります。死に点々の字、地に点々の字、数に点々の図、数に点々の図、字は違いますが同じようにどちらも字、図と発音しますね。これをどのようにこの正しく使い分けるかいう、その勉強をしておきます。普通は時間、数字、ずっと、数のことのように、みな発音通り死に点々、そして数に点々を書いていきます。これはちっと難しくない。皆さんが迷うのは地に点々の時と津に点々の時ですね。まず地に点々の時を申します。地に点々を使うのは一つずつの言葉が二つ一緒に合体したような時に使います。例えば鼻から出る血を鼻血と言いますね。こういう場合には鼻血と死に点々書いてはいけません。地に点々を書くんです、鼻血ね。それからね、洗濯するとセーターが縮んだと言いますね。ああいう時の縮むは同じ音が続くいうわけで、そしてこれを地に点々書くんです。それから鬼ごっこなんかした時に鬼が皆をバーッと追いかけますと、皆はチリジリに逃げていったと言いますね。チリジリバラバラ、そういう時にはやはり地に点々を書くんです。それと今度通に点々の場合ですね。これはどういう時に書いて、やはりこう、一つの言葉と一つの言葉が一緒になった時、片っぽの方へ寄せていくのを片っぽにつける、片付けると言いますね。片付ける、これはひらがなのつに点々を使います。それからそばに寄っていくのを近づくと言いますね。その場合も近くにひっついていくから近づく、つに点々を書くんですね。それから打ち出の小槌っていうのあるでしょ、一寸法師のね、小槌、小さな土、これも数に点々になるんです。この場合はこれは2つの言葉が一緒になった時、それと、こういうのもありますね。続き漫画とか言ってありますね。続くとかいう、こういう場合には数に点々書きます。ここの縮むとよく似たような使い方です。それから、綴るとかね、それから綴り方ってあるでしょ、ああいう場合も数に点々です。その次にね、毎月お金払うというのを月々お金を払うと言いますね。月分のこと、ローンのことですが、月々、こういう場合は、ちゃんと通に点々です、ね。それからつくづくこうだと思ったと反省したという場合に、同じ音が繰り返して後の方が濁りますから点々がつくので、この場合もつに点々というふうになっています。その他そうですね、だいたいこのぐらい、あ、三日月もある。三日月が見えているように、三日目の月だから三日月、つに点々です。ところが皆さんでよく間違う字をちょっとこう申しておきましょうね。一つは地図を開きなさい場合の地図ね、あれはどういうのが正しいか、あれは普通の場合と同じですよ。地図、つに点々ですね、地図です。それからね、他にだったらよく皆さんがどうかなぁ、って迷う字は、あ、一つずつ数えなさい、言えばいいね。これも数に点々ですよ、一つずつ。ぜひこれは数に点々なんか書いてはいけません。それから地震、家が倒れる地震になったり、青葉への地震は土地の地だから地に点々かなと普通思うんですが、違うんです。やはりこれと同じ、死に点々ですよ。これを間違いないようにしてくださいね、地震。まあそのぐらいで、それから果物で言ったらイチジクね、知ってますね。イチジクなんかはイチだからチーがつうからでチーつけてはいけません。イチジクというのは一つの言葉ですから、これはシーに点々を書いてくださいね。これだけ覚えていくとあまり間違うことはありません。あといろんな問題載ってますから仮名遣いの勉強してくださいね。